はい、ローソンの唐揚げくんを買ってきました。海鮮塩だれ味といってね、新しい味っぽかったので、まあ、いつからのね新しい味かわかんないんですけど、はい、気になったので買ってみました。幸園って読むのかな、埼玉県春日部市にある唐揚げグランプリ第6回の塩だれ部門最高金賞受賞店監修、オホーツクの塩を使用しホタテ、エビ、カツオなどの海鮮系の旨味と塩だれでさっぱりと仕立てた唐揚げくんです。はい、カミカミになるようなね文章ですね。食塩中のオホーツクの塩の割合が 70% くらい。そうなんですね。唐揚げの有名店なのかな。はい、海鮮塩だれ味気になりますね。はい、よいしょ、つまようじを出しまして食べていきたいと思います。いただきます。チックでね、今なんか唐揚げくん1個増量期間中らしくて6個入ってるみたいですね。いただきます。結構塩分を感じますね。しょっぱめの唐揚げなるほど、遠いところにホタテの出汁みたいなものを感じますね遠いところに、後味というか口の中に残る風味というかが海ですね2つ目。これからね夏場に向けて汗をかく機会が増えると思うんですけど、そういう時にねちょっと小腹に食べたらね、付属した塩分を補えるんじゃないかな。やっぱりね、だしの味は感じるんですけど、全体的に塩気が強いので喉が渇く。普通ならここで終わりですけど、
1個増量中なのでもう1個、うん、嬉しいですよね増量。結構唐揚げといったらニンニクが効いていたり、結構なんだろうな、濃いめの味付けがお店で食べるとね結構あると思うんですけど、塩だれということでねさっぱりっていうね、うん、食べやすい唐揚げなんじゃないかなと思います。ただ唐揚げくになってるこれは、うん、塩分がちょっと強めかなって思います。ただ変なね、こってり感というか胃にもたれる感じっていう感じではなく、結構食べやすい感じの味だと思います。うん、海鮮塩だれ味、いつからの期間限定か分かりませんが食べてみました。おしまい。